じゃあこの概念なんか大喜利とかなんか、はい、これドラえもんの秘密道具ですね、うん、まあまあ、うん、この棒で怒っている人の口を押さえてまあまあと言うと、うん、このほにゃらららをここを面白くしようっていう。写真で一言でもないやん。まあこういろんなパターンがあるんですよ、ボケて。この棒で怒っている人の口を押さえて、はい、まあまあと言うと以上。じゃあそのこのチャンピオン見ます、うんうんうん、チャンピオンはまあまあというと X の部分が回転して鼻がもげる。これがチャンピオンの答えです。これ、まあ、まあまあってこれをウィーンってウィーンってやって鼻がもげる。これがチャンピオン。これがチャンピオン殿堂入りの。誰が参加してんのこのボケてっていうサイト。これ参加してるんじゃないですか。僕もあんま見たことない。回んのよね、ここちゃんと。まあ、ちょっと実際回るかどうかわかんないですけど、まあ回るんでしょうね。まあ、そうでしょうね。まあ、まあでも面白くここをするっていうことですから、要は。大喜利、なんかすごいね、なんか。芸人さんってこういうのをようやってると思うんだけどな。そんなん16年間一貫状態で。マジっすか。はい、はい、まあまあこの棒で怒っている人の口を押さえてまあまあと言うと何してんのって言われます。あ、何してんのって言われる。何してんの。まあまあ何してんのって言われます。なるほど、はい、面白い、面白い、面白い。確かに言われますもんね、何してんの、何してんので、何で怒ってる人の口を押さえてまあまあと言うと X の部分が回転して鼻がもげて痛いからうわーうわーうわーって言うと思う。あ、これずるいぞ。ずるいっていうか、なんでこっちを生かすんすか。これは分からない。自分の一個もない。いや、オリジナルここって言うと思う。俺がオリジナルここ、ここだけじゃないですか。ポケ打ってんねって言うと、ここだけじゃないですか。俺、おぎりてるから。やったな。これは俺の何個かやっていいですか。